100円あってもマックには行きまへん。イエーイ。本日から、今日から、今日から、今日から、むしろ早くない？珍しく早い、珍しく早い。本日テリトマ発売しました。飲め食べていきたいの。いい加減にしろよ。思います。3月6日なんですけど、本日よりマックのテリトマシリーズ発売だそうです。ありがとうございます。のり塩じゃがバターベーコンテリトマチーズテリトマ、テリトマやばい、もう一択。私の一択。一択？一択。せーの、じゃーん。おっさん。いいの？いいよ。嬉しい、のり塩くれるの？絶対それだと思ったけど。梅のり塩とニンニク黒胡椒マヨがシャカシャカポテトのフレーバーで出てました。春ですもんね。去年もうちはテリトマやってるよ。うちピンクの髪の毛だったもん、しっかり覚えてる。で、シャカシャカポテトを振りながら。当てるで止まらない。新宿のスタジオで撮影したやつや。そうかも。そこまで言わなくていいけどね、別に。細かくありがとう。確かに。じゃあ乾杯の温度を、おっまあお願い。あ、間違えた。せーの、春に乾杯。もう一回、せーの、春に乾杯。乾杯、春に。花粉みたいな厚かましさ。花粉届きまして、アップル届く。その心は、どちらも鼻につくでしょう。最悪。ちょっとうまくて。うまい。じゃあちょっと私、酒がけいただきます。革命。でも塗り塩はあんま感じないかも。チーズテリトマいただきやん。おいしい。うんうん。フレードしよう。待って、食べた。これ食っとけば間違いないチャンネルって感じ。前ら二人フレードすんだって。うん、どこにジャガ？え、そうなの。これ多分さ、作り間違えてない？え、でも匂いすごいね。和の匂いするよ。ジャガバターの感じはする。え、これ匂って、ニンニク。うん。あー、もどけ出せないでしょ。違う。悪すぎ。てかもう3月ってこと？みんながこれ見てる頃はっていうか、うちらも。うちらも3月だよ。やばい。でも卒業式終わってるってこと？終わってる。終わってると思う。え、なんかね、ディズニー行ったんだけど、他にもさっき卒業しましたみたいな子が髪色超変えてみたいな。いいよ。卒業が寂しいですみたいな DM めっちゃ来るの。正直うちも高校生の時超寂しかったの。うん。よく甘えられる日だし、友達にも毎日会えてみたいな、めっちゃ寂しいなってうちも思ってたんだけど、社会人ももっと楽しいから。わかる、もう全部忘れた。なんかね、そう、うちも正直忘れてはないけど、こいつは言い過ぎだけど、卒業してからの方がすっごい濃くて、え、そう、楽しい。だからな、これからもっと楽しいことが待ってるって考えたら、寂しいだけじゃなくてワクワクしてほしいなって思う。そうだよ、だって友達いない人やこんなこと言うんだから。いい加減にしろよ、お前。言い過ぎだろ、普通に。確かにいないけどさ、高校卒業して新しい友達10人できたって言ったらできてないんだよね。それやばいよ。私5人もいない。しかもそのうちほぼ全部うちの紹介でしょ。え、そう、ゆうぴの範囲内全部把握済み。全部把握されちゃうから、そろそろ足してあげるよ、私。あ、ありがとう、本当に助かる。いや、なんかこいつらインドア極めすぎて、わかんの、誘えないし、わかるの、全員が全員ちょっと忙しそうだし。え、暇だよ。本当？だから誘って。じゃあ行かない、こいつ行かないから。マジ行かない。うちの方が誘った方がいいよ。てか、ちょ、あとさ、年末年始にかけて2、3回ぐらい誘ったんだけど。そうだよね。え、なんで、うちはなんかマシはいなかったんだよね。全部タイミングが悪いの。12時半に誘っても来るのがさ。いや、お風呂入ってもうメイクも落としてて。だからしろよ、そっから。そういうこと？そうだよ。みんなしてんの？するよ。いや、それは今知った。ごめんね。何のために5分メイクとかやってきたのって話ですよね。パンパン。今日お風呂入ってぎったりしてて、もうスキンケア中でも飲み誘われたら、本当に行ったければね。本当にする？そっから。え、する。すごーい。し、今別にもう深い帽子と下地だけとかでもいい。だから結局は興味がなかったっていうことなので、来る気はなかったですよね。いや、マジだった。でも仕事もあったからさ。もうほら、全部行く気ないやん。ねえ、行く気ある？じゃあ次誘って絶対行く、次の誘いは。あ、次誘ったら絶対行くんだ。絶対行く、本当に行く、約束する、マシのも。友達の輪を広げよう、2024春。よろしくお願いします。4月だよ、陽キャになってよ。陽キャになりたい、どうしよう。家の中で陽キャって、ふっかるなの。だから、ふっかるになればいいんだと思う、まず。うちふっかるなんだけどな。黙れ！え、どこが？マイ、うん、から出会う。お前、いい加減にしろよ、とかよ。お願いだからやめれる全部。もう本当にカッパって家の周りで遊んでるイメージ。いい加減にして。
どこで何してんのじゃあ。この前ライリーと日光行った。日光って栃木？栃木。ラブラブじゃん。わかる。普通にドライブデート。日光東照宮わかる？言わざる聞かざる見ざる。てか最近それなんだ、このみちゃんが彼氏と。そう、同じとこ同じとこ。個人チャンネルで言ってて、彼氏優しいと思って。マジわかる。ケーキ出てきたじゃん。このみちゃんの喜び方が一番あの動画の肝で。みたいな、もうジャンプしてさ。そうそうそう、超可愛いの。これはあげたくなるよね。してあげたくなる。あの喜び方めっちゃいいと思って取得したいし。わかるわかる。お前は絶対にしろね。うち絶対した方がいいんだよね。もうちゃんとこうやって嬉しい嬉しいって本心なの。うれしくてもう出せないんだよね。じゃあはい、ケーキ出てきました。えー、ありがとう、嬉しい。めっちゃ嘘っぽ。え、それはノーバリーマンズバージョン。悪魔の顔してる。どうしたいの。ジャンプしてごらんじゃん。うわーとかできない。えー嬉しい、マジで。ええみたいな。でもそっちの方が UP らしい。えー嬉しい、めちゃめちゃ。えーやば。えー嬉しい、やば。全部嘘っぽい、どうしよう。嘘っぽい、ほんと。だからやっぱ飛び跳ねるの大事。大根役者。ジャンプしよう、ジャンプしよう、ジャンプして。カップルライフを撮りたい。え、てかさ、そんなこと、あの、いい人たちがいないあなたに超おすすめ。あのさ、今さ、鬼のスラされたんだけど、みんな聞いてた。え、もう大体分かった、鬼のカップルライフをでしょ。鬼のカップルライフ、それ、素敵な。え、素敵なカップルライフを撮りたい。はい、出れるよ。アデライリーと、どうだった日光。いいの、その話。いいよ、楽しかったよ。次は男と来ようね、なんつって。なんつって。うちもこの間でもエナプと長野行って、白樺湖っていうんだけど、ポツンって山奥にある湖の周りにリゾートがあるの。でっかいホテルとボウリング場とか、そこだけで街が成り立ってるみたいな感じの場所があって。もともと2人とも2日間空いて、体力を使わない、ずっとリラックス旅行したいっていう風になって、部屋からほとんど出ず、ずっとパソコンしてたり、お互いに。いいの、それ。ビュッフェがもうすごいの。たまにホテルでさ、オムレツ作ってくれるシェフの人がいるやつあるじゃん。全部あれなの、全部があれのビュッフェ。やばくない？カニとかも食べ放題でみたいな。あそこマジまた行きたい、ビュッフェのためだけ。行こう。行こう。え、行こう。え、行こう。普通に。じゃあ明日。あの、超簡単に行ける。じゃあ明日。NG。地元の友達と会ったの。うちらダンス部だったんだけど、なんか男を結構回してたみたいなのが噂があったのね。まあ実際はそうなんですけど、違う違う、回してた、そういう回してたじゃなくて、はい、例えばダンス部の中のこの子の元彼があなたの今カノですみたいな。はい、彼がこう転々としてたんだけど。知ってましたよ、他校だけど。それはそしたら女子校観覧車って言われてたらしくて、知らん他校の人にそんな言われてたんや。他校で自分の高校で話題に上がってくる子って確かに大体可愛いとか超癖ありとか、うん、なんかそれのどっちかとかそんな感じ。うん、うん、どっちだろうね。どっち前者でしょ、もちろん。めっちゃ久々にうざいって思うことあって。何何、これ言ったらまた結構その人多分もしかしたら見てるかもしれないからあれなんだけど、もういいやと思って言っちゃう。あ、いいやって思われちゃってるよ。いいよ、早く言いなさい。マジ関わりないんでどうでもいいって。マジでうざかったの。何日か前に飲み行きまして、一緒に飲んでた友達と、まあ最初2人だったんですけど、なんかもうちょっと人数やりたくないみたいになって、お互い呼べる人呼ぼうよみたいな感じになったの。その一緒に来てる友達と、一緒に来てた友達が呼ぼうと思ってくれた人が多分今回事件の私的にヤバいやつなんですね。まず何があったかっていうと、自分もその、まあ、友達と共通かなぐらいの人を呼ぼうとしてたの。自分が LINE してたらいきなりちょうどなんか自分の後輩もその飲み会呼ばれてるかもみたいな LINE が来て、自分の友達の後輩が呼ばれてるかもみたいな。あ、じゃあ一緒にいるのかなとか思ったの。その人とそのこっちが呼んでる友達と自分が呼んだ友達でたまたまそこで一緒にいるのかなとか最初思ったの。そしたらなんかよくよく聞いてみたら全然そんな話ではなくて、なんかいきなり大丈夫みたいな心配のモードになってきて、そしたらだんだんその子がね、え、そう、うん、だから、え、何って思われて、そしたら俺の後輩に誘われてるそれって言ってスクショが送られてきて、そのスクショがこっちの友達からの電話のスクショで、そこにどこどこへ飲んでるからおいでって言われたら眠すぎるから今度って言ったら、UP マンもいるよって言われたけど、 UP マンは誘う引き出しには弱すぎないかって切った後なって、めちゃくちゃじわじわ来てるっていうのをそいつがストーリーに乗っけてたらしくて。待って待って待って、理解できた、理解できた、どういうこと。うざい、めっちゃうざい、めっちゃうざい。だからこっちが誘ってた、うん、うちが誘ってた子の後輩が、うん、多分このストーリーに乗っけてて、うん、自分は知らないけど自分が誘ってた人と自分が一緒に来てた友達はその子と多分知り合いで、その子が
多分ストーリーの親しい友達かなんか裏垢かなんかに載せてたので、自分のその友達は多分優しいからスクショで送ってくれたの、それを。あっ、もう一度カッチーンってきて、カッチーン、やだ、黙れよみたいな。でこいつのことマジ誰だろうと思って、この人が電話してた秒数だけスクショに載っけてあるから、何分何秒電話したやつ、さっき電話した人の中から探してって言ったら、そっちするやつが出てきて、そいつ出てきて顔も見ました、あなたの。悪くてびっくりしました。マジでうざい、誰こいつみたいなやつなんですよ。しかもそいつもうちももう誰みたいな、マジでほんま誰みたいな、ほんま誰みたいなやつに。このゆうぴと一緒に飲みに来た人がゆうぴもいるよって言ったってことだよ。あ、多分そうそう、それに対してゆうぴが引き出し弱すぎる、そうって言われたの。うざくない？しかもその時言ったらまださ笑えるじゃん、なんかね、そやつ弱いよって。でその方がまだいいんだけど、このストーリー感じ、これはうざいってか、こんな嘘話してストーリー載せるやついるんだ。さっきめっちゃ頭に来た、理解した瞬間。もうやばい、でも東大人いるの。もういや弱いかもしれないよ。お前に誘われるより行くだろ。お前誰やねん、マジでうざい。結構衝撃、自分のことなんだと思ってんの。いつかお会いしたらぶっますから本当に。ずっと覚えときますので。なんかずっともやもやするそれ。わかる。なんか言われたような気もして、わかる。めっちゃうざくない？めっちゃうざい。お前うるさいんだよ。お前が出会ってきた人間の中で一番怖い思いさせてやるからな。うちもこの前 DM で骨格冷蔵庫のくせにって言われた。めっちゃおもろかった。知らない人に。うん。骨格冷蔵庫やばい。なんかユーピーにデブデブ言うなみたいな。骨格冷蔵庫のくせに人のことデブって言うなって。骨格冷蔵庫。PK やめろってめっちゃ言われた。大丈夫、そいつ顔面炊飯器でしょ。安心しよう。胸元まな板顔面炊飯器、太もも圧力鍋。終わりやないかい。そういえばこの前韓国人にちっと伝えたなっていう。え、何？もうめちゃくちゃしっってて。え、動画？動画、えー、なんか人参みたいなちっちゃい、キモい。めっちゃちっちゃい一生懸命こう上下ねえ、ほんと下すぎるからやめろ。クリーンチャンネルだから。カポもチッと伝えてて昔。結構多いよ、私。定期なんだ。チッとやめて、普通に。本当にやめて。キモい鳥肌。はい、ということで。ここも完食してるじゃないですか。ね、完食ですね。完食、美味しかった、美味しかった。まあ事件起きまくりですけど、皆さんそれぞれ頑張って生きていこうということで。頑張って生きていこう。やばいこと起きたってことは次いいことありますから、絶対全部ネタにすればいいかなって、こうやって。いや本当にそう、うち自分の中で消化しきれないものを話してるから、消化しきれないものは本当成仏させていただくってことでお話しさせていただいてますので、うんうん、見てるかもしれないの、自分のこと知ってたんだもんね、あいつ。確かにそうだよね。だからもう多分ワンちゃん動画見てると思うんだけど、見てたらなおバンバン剤ということで、本当に謝罪の DM なりなんかするなりしてきてください。本当に誘いますので、私からもう一度。じゃあまたねー、バーイ。怖いだろうな、今うちの顔本当に怖い。強気です。墓場まで追いかけるわよ。